どうも、チャンネル隊長の隊長です。皆さん、もう年末ですね。こんな年末なんですけど、僕、とんでもねえもん買っちまいまして、それがですね、ついこの前届いて、で、ちょっと温めてたんですけど、ちょっととりあえず持ってきますね。はい、じゃーん。はい、プロジェクターでございます。はい、こちらね、ベンキューのですね、プロジェクターでございます。で、プロジェクターって、超焦点、単焦点、超単焦点っていう、なんかこの、あるらしいんですよ。僕そこあんまよくわかってなかったんですけど。今回その中でも、単焦点っていうやつを買いました。スクリーンまでの距離ですね。スクリーンまでの距離が、超焦点だとね、結構遠くから映さないといけなくて。で、今回買ったこのね、単焦点ってやつは、もう半分ぐらいね、超焦点の半分ぐらいの距離で、同じぐらいのね、サイズを投影することができるっていうね、まあそういったものです。で、この上になるね、超単焦点ってやつになると、値段が、倍近くするんで、ちょっとさすがに買えなかったんですけど、一応こちらね、Amazon のセールで6万円で買いました。はい。結構頑張りました。はい。で、これをね、映すためにやっぱスクリーンが必要。というわけでスクリーンも買いました。こちらです。よいしょ。こちら、100インチスクリーンでございます。こちらはですね、超焦点、単焦点に対応してるスクリーンです。ちょっとごめん、息届いたし。もうこの長さやばくない？ちょっと。一応横に一緒に、なんか。これよこれ、僕となんか、嫁をなんか、あれね、肩車したくらいの距離あります、これ。やば。でかっ。まだこれね、開けてないんですよ。ちょっと開けましょう。はい、というわけで出てまいりましたこちらね。こちらですね、ビビットストームっていうメーカーのスクリーンになります。もうずっとね、大画面でゲームやるのがすごい夢で、僕のね、過去の動画をね、ご覧の方はね、ちょっともしかしたらね、思い出すかもしれないですけど、僕は大きい画面に憧れを持つ男です。はい。うわこれやばいでしょ。これ、この奥行き感、これ超でかい俺小さくなったみたいやな。はぁ、 4K 始まります。 4K テレビなのこれ。これ 4K ね。はい、以前はどでかいテレビを買って嫁に怒られて、嫁に怒られて、まあ、嫁が喜んでくれるんじゃないかなと思って、はい、買いました。こちらお値段が、約18万円です。ありがとうございました。年の最後になんかでかいのやりたいじゃん。年頭にやるよりも、年の最後に持ってきた方が何かとさ、ほら、やっぱり話題的なもんもあるからなと思って、ちょっといやらしい算段のもと、ちょっと今回は、嫁にドッキリを仕掛けようと思います。で、今、幸いなことに、ちょっと今、嫁今出かけてるんで、嫁が帰ってくるまでまだ2時間ぐらい。ありますね。はい、あります、あります。ということで、嫁が帰ってくるまでに、このリビングを、ホームシアターに改造してやろうと思います。はい、というわけでやっていこう。しゃあ、まずこたつを溶かそう。それじゃあね、開けていこうと思います。オープン。うわ、ごっつ。え、なに、なに、なに、なんなの。わ、なんか、はい、なんかついてるこれ。お、説明書ですね。説明書、黒い手紙できて、ライダーゲームかな。でかっ本当はね、こっち側の紙にしようと思ったんだけど、100インチ甘く見てた。うん、無理もうここの窓全部殺す気でいきます。みんな、こいつがすごいのはここからだぜ。いきます。おほほほほほほ、はい、これリモコンで全部動くんだ。やばくないこれ。で、下げるときは、おお、すげえ。やばい、やばい
ああ、ウサギが、ウサギがびっくりしとる。ビビットストームの、リモコン式100インチスクリーンでございます。はい、というわけでね、今からの電球のね、プロジェクターをちょっとセットして、ここをね、超いい感じのシアタールームにしようと思います。もっと後ろだな。スクリーンがでかすぎて、単焦点のレンズでも割と後ろにやらない一貫節高くない。こうでありたい、こうで、こうでありたい。あ、わかった。そうか、そういうことか。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。いい感じよ。おお、いいんじゃないこれ。こっちの電気を消そう。HDMI、 あ、わずかに HDMI が届かない。 HDMI ケーブル買ってきます。はい、ちょっとね、 HDMI がね、あの、短くて買ってきました。はい、3メートルです。3メートル言うよね。お、来た。おお、すごい、こっちかも。あ、音結構綺麗だなこれ。おお、やべえ。やべえやべやべやべ。おお、やば。え、やべえ。え、すっげえ。一応これね、あの、明るい場所でも一応ね、普通にプレイはね、一応できるらしいんですけど、ちょっとで全部消しますね。わ、やば。え、バカやべえこれ。わ、でっか。おお、すっげえ。わ、待って待って、私このサイズだよ。私このサイズだよこれ。え、でっか。うわ、綺麗。めっちゃ綺麗。なんかさ、スクリーンだとなんかもっとぼやける感じかなと思ったけど、普通にテレビじゃん。すっごいよこれ。うわ、こんなんでゲームやったら死んじゃうよ。おー、やばっ。え、すごい、え、すごい、すごいって言っちゃった。すごい、全然ラグがない。俺も来て、なんか、あ、やべやべやべ、来んな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 、あ、やべ、あ、行った。俺のこの魂の縁の感じを、わっ、やべ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 。よし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 、これだこれだこれだ。しゃ、没入感半端ないっすわこれ。すごい。しかもさ、これ見、わかります？真上に照明があって、こんな明るい部屋なんですけど全然見えるんですよこれ。まあ、真っ暗の時と比べたらね、それはちょっと、もうちょっと薄くは感じるんですけど、これぐらいの明るさでも全然見えますね。すげえ。ちょっとこっち消してみよう。うわ、もう完璧じゃん。完璧じゃん。はい、というわけでちょっと隠しカメラをね、仕掛けて嫁の帰りを待ちたいと思います。てってれー。
家に帰ってきたらリビングがホームシアターになってるドッキー。え？ただいま。とりあえず手洗えばいい。あ、とりあえず、はい。どうも、お疲れ様です。何ですか？サプライズドッキリ。めっちゃでかいね。はい、これ電電機でしていい？あ、どうぞどうぞ。すごっ。いや、ほら、あなた誕生日じゃんね。ちょっと、ごめんね、こいつ、輸入するのにすごい時間食っちゃってさ税関で止まってた。あ、ほんとは誕生日に止まってた。そうそう、本当誕生日届くはずだったんだけどね、ちょっと DHL な野郎がちょっと、はい、すいません、はい、いろいろありまして。え、でもさ、私あんまり大きい画面好きじゃないって言わなかったっけ。あの時は嫌いって言ったじゃん。でもビエラにリンクしたじゃん。懐かしいな。ビエラにリンクしたじゃん。懐かしいですね。でもほら、あの時のあなたと違うじゃない今は。あなただってほら、原神好きじゃん、うん、原神これでやったらどうなると思う？推しの顔がめっちゃでっかく見える。よし、やってみよう。やば、でかっ。何倍アイスクリーム？何倍アイスクリーム？3倍アイスクリーム。あ、でもリアル3倍ぐらいか。3倍ぐらいあるよね、うん、でかい。ほら、あっ。落ち着け、落ち着くんだ。やば、なに、え、よ、え、良すぎる。良すぎた。なんか隣並んでみる。ちょっと隣並んでみる。顔がいいな。ダルタリアがいる。目がキラキラしてる。これはやばい、まずいですよ。まずいっすか。ありがとうございます。いえいえ。どうしよう、もうしかでかい。推しがほら、そっち見てみ。顔がいいな、お前。顔がいいな、おっぱい。うわ、これはすごいな。これすごいね。これさ、全然楽なくない？ないないない。普通にテレビでやる感覚だよね。うん、これすごいわ。あ、地図見やす。うわ、すげえ。やば、やば、空やばいわ、これ。ちょっと一瞬ふわってなった。うわー、ちょっと玉ひゅんするね。おお。あー、拝み始めた。やばいやばいやばい。お肝ございます。ちょっとお肝ございますよ、奥さん。奥さん、原神もいいんだけど、今回はね、これで映画が見たいんですよ。どうですか、今から一緒に映画見ませんか？なるほど、映画見たいですね。ね、見ましょう。そんなこともあろうかと思って、皆さん見てください。買ってきましたよ、ポップコーン。お、ポップコーン。うん、映画見ようぜ。ポップコーン食いながら。ね、Amazon プライムビデオ見ようぜ。とりあえずちょっとデイリーだけらして。うわーい。はい、じゃあ奥さん、Amazon プライムビデオで好きな映画見ようぜ。うわーい、何見よう。どうぞ。うわ、すげえ、映画館だ、これ。やば。もうこの、この匂い嗅いで。映画館だ、これ。うまっ。やばっ。あ、これやばいじゃん。うん、これあなた友達呼んで、ね、映画館、映画館やるやん。ねえ、もう正月実家帰るのやめよう。実家帰らんでいいやん、これね。ここで過ごしたいわ。しかもトイレ行きたくなってもちゃんと一時停止できるぞ。そうじゃん、家だもん。うん、最高じゃん。ジョニーデップかっこいいな。うん、あ、衝撃的なシーンを見て映画が見ない、映画見なくなっちゃった。ウマ娘にしよう。いいよ。うわ、でっか。最高だな、これ。あ、これでアニメ館長やばいわ。これやばい、なんか映画になっちゃうね、全部だね。うん、やば、すごい。もうアニメこれでしか見えんくなっちゃうよ。うん、え、なんかうまちゃんのこのウィニングライブをこれで見れる。あ、いいね、それ最高じゃない。最高。スマホつなげるん？やろうと思えばできるよ。ほんと？うん、それしたい。これマジ家から出んくなるって。これはやばいわ。家出る必要ないやん、こんなの。うん、最高です。ありがとうございます。最高です。いや、もう友達呼んで映画館紹介したい。ああ、どうぞどうぞ。うん、
もういっぱいチャンネル隊長見てこれで。やだ。いやでもやっぱいいな、これで Amazon プライムビデオ最高だな。最高。やばいわ。もうなんか湯から出る理由がなくなっちゃった。もうなくなっちゃったこれ、うん、このプロジェクターとスクリーンと Amazon プライムビデオ、そしてUberEats。UberEats。最高じゃない？最高だね。もう家から出る理由マジでないわ。マジでないな。すげえいい音。はい、で今回ね、使ったものは一応ね、動画の概要欄に貼っとくので、ご興味ある方は、はい、見に行ってみてください。おすすめします。はい。置く場所があれば。そう。え、もしかして電動？嘘。今さら感すごいけど。すっごっ。これあれなんですよ、電動なんですよ。マジ？はい。びっくりした。びっくりした。すごいね。すごいでしょ？めっちゃ静かやし。結構静かだね。うん、大事にしてください。はい、ありがとうございます。はい。あ、値段聞かなくて大丈夫？うんうん、なんか世の中知らない方がいいこともあるかもしれないなと思って。あ。お察しがいいですね。はい、それじゃあ待って、念のため聞こう、はい、タルタリアより高い。どういうこと？私のタルタリア課金額より高いか低いか。余裕でぶっちこいてますよ。ぶっちこいてる。ぶっちこいてますよ。ぶっちこいてる。あなたがどれぐらい課金したか知らないけど。え、何た、え、それ1タリアいくら？1タリア、でも1タリア1万ぐらいかな。1タリア1万円1タリア1万円え、何タリア？7タリア。ああ、そうそう言ったらですね、2つ合わせて25タリア。うえー、はい、25タリアです。25タリア。25タリアですね。まあでもこれ僕のあれですか、お年玉ですから、これお年玉貯金なんで。いやでも25タリアで、うん、大画面のタルタリアを拝めると思ったら安い。あ、ありがとうございます。いい買い物できた。できた。噛んだ。もう一回言わして。ダメです。ダメですか。はい、それでは皆さん、ご安全に。はい、ご安全に。バーイ。